ツル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 、この音、あの目をすする音って美味しそうに聞こえるよね。そうですね。世界中はルールで言うとこう日本人だけかもしれませんけど、ツルツルって食べるの、あれが夏の麺の醍醐味だよね。うんうん、すするのが苦手っていう方もいらっしゃいますよね。そうみたいですね。物理的にね、物理的にね、はい、嫌だっていうんじゃなくてね、したくてもできないっていう、うんうん、しづらいっていう方もいらっしゃるみたいなんですけど、うん、でも暑い時にね、冷たい冷やし中華とかね、うん、まあ僕はすすってその一緒にこうスープが入ってくるあの感じがたまらんのですよ、はい、たまらんですよね。たまらんですよね。チームはなんか今日のテーマは英語でニョロ、M-E-N、ニョロ、はい、メンって書いてあるけど、メンです。何方向のメン、今日はですね、多方面にわたりましてすする麺もありですし、イケてる麺も、あ、かつみさんのことですね。多方面だって。麺、おはようございま す。9時に回りました。8月の18日火曜日でございます。昨日の夜の麺が結構ギリラが、はい、ギリラ君だった感じがしますけども、まあ、朝晴れてましたが、昨日さすがにちょっと夜は強い雨だった感じで、やっぱりあの路面とか歩道とかまだやっぱりこうちょっと昨日の雨の跡が残ってる感じしましたよね。そうですね。あとやっぱりあれだけ強いと、あの空気がこう綺麗な感じがするというか、はい、外に出た時にムッとすはムッとするというよりも、あの何ですか、こうすがすがしいような、わかります、ちょっと洗い流されたような感覚ですよね。全身クリーニングしていただいたみたいな感じのね、素敵な空気感でね、とってもすがすがしい朝かなと思いますが、ただ今日も気温はこれからまだまだ上がっていくのではないかなと思いますので、お気をつけて今日もお過ごしいただきたいと思います。8月18日火曜日でございます。お相手はボーカツミと大島千穂です。この時間はハッピーパンチをお送りします。さて今日のテーマはメーンということで、多方面で、はい、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。性別でいう麺、食べ物の麺とか何でもいいわけですよね、ということで、まあ、相変わらずこう多方面広範囲にわたったメールテーマでございますので、守備範囲はもうどこでも行けますという感じですかね。